皆さんこんばんは。今日はまさかの一人です。私一人でカメラを回すことになりました。そして今日来ているのはこちら、じゃーん、欅通りです。欅通りはキラキラ輝いています。私もそんな輝きのもと飲み歩きたいということで駅内にやってきました。以前日高さんが古町で飲み歩きをされていてすごく楽しそうだったので、ちょっと私も飲み歩きしたいなということでディレクターに相談したところ、じゃあ一人で駅南行ってこいっていうことだったので、今日一人で駅南に来ました。1軒目はもう決めてて、実は何回か行ったことあるお店なんですけど、日本酒が飲めるお店でして、そこお料理もすごく美味しいので、ちょっと1軒目はそこでパーッと飲んじゃおうかなと思います。というのもまだ5時半です。先ほどまで夕方ワイド新潟一番に出てました。月曜日です。まあそんな曜日は関係なくお酒は楽しみたいということでやってきたのがこちらです。おしゃれな佇まい、鴨瀬屋さん。手書きのメニューがいいですよね。こっちが料理で、こっちが日本酒。新潟の日本酒もあるんですけど、ちょこちょこほら県外の日本酒もあるんですよ。あ、私の好きなイダルもありますよ。レッツゴー。さあ店内にやってきました。やっぱりまずは呼んでいる生ビールがということで、生ビールを一つ頼みます。ご飯は私ぼんじりが大好きでして、ぼんじりすすりって書いてあったらちょっと頼むしかないっていうことで、地鶏の溶岩焼きを一つ頼みます。あとは黒玉ポテサラもいいですかということで頼んでいきます。来ました。では皆さん乾杯。月曜日お疲れ様です。うまっ、凍ってる。私気づいたんですよ最近、ビールってビールだけじゃなくてグラスを凍らせることが大事。このグラスが凍ってることでビールのうまさが際立つ、気づきました。あーうまっ。てってれー、卵かポテトサラダか両方です。これ卵を崩していただくということだったので、ちょっと映ってるかな。いきますよ皆さん、 3、2、1、GO。 あーやってくれーって言ってます。卵がやめないぞ。下手くそだった。でも中半熟になってる。デザート、うわー美味しそう。これでもこっちにクラッカーかな、こうついてるんですよ。つまみ感覚でいただけるポテサラなんでしょうね。クラッカーにつけていただきたいと思います。こんな感じかな。いただきます。うん、うん、玉ねぎシャキシャキだし、半熟卵がいいアクセントになってるし、クラッカーとよく合う。進む。月曜日って幸せですね。明日仕事です。今年中に罰ゲームをやることになったんですよ。でその罰ゲームの候補がひどくて、1バンジージャンプ、2田舎に泊まるみたいな、3滝行みたいな、ちょっとアナウンサーなのかなと思ってきて、でもう一つは、まあ、皆さんにこう募集しようみたいなものだったので、ぜひそれを採用させていただきたいので、もうぜひ本当もお願いします。優しい罰ゲームを。乾杯。
じゃあそろそろ日本酒タイムといきますか。迷います。水ならこんなにあるから。じゃあイタル行きますか。好きだけどね、なかなかイタル結構珍しいですよ、お店に置いてあるって。イタルにしましょう。イタルを1号いただいていいですか。お願いします。去年もイタルがイタルっていう話をしたと思うんですけど、2024年も酒の陣に参加しようと思っています。今回も多分ね、入場制限というか人数制限があると思いますので、まだ間に合うのかな、この動画が上がるときは。どうなんだろう、間に合わなかったとしても来年があります。今年行けなかったら私の YouTube を見て皆さん行った気分になっていただければと思います。湯気が出ておる。鳥になりたい。美味しそう。日本酒タイム。いや。一文字で語る日本酒の良さ。いや。純米生酒。以上です。トク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 、あー綺麗、絶景、富士山並み。いただきます。やめてください、その笑い方。喋るの一番声でかい。それだけ？ちょっと鳥我慢できなくて、もう。もう鳥に行きたくて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 。プリプリ。甘いのっていうぐらい甘い。ほんとイタルによく合います。やっぱイタルはフルーティーさも兼ね備えながら、キリッと後味は日本酒感を出す。ツンデレですよ。でも最初デレから入るんです。でデレツン、それも違うな。乾杯。イタルでした。ということで、ポテサラと鶏肉とビールと日本酒を堪能した1軒目でした。行きます。2軒目を探しに外に来ました。新潟の冬は寒いですから、早く中に入りましょう。見つけた。っていうのは、今すごいなんかわざとらしかったじゃないですか。さっき1軒目入る前に実はちょっと目つけてたんですよ。本当ですよ、こちら新潟バル、オルモって呼ぶのかな。見て、燻製のものがいろいろある感じなんですかね。新潟でラムチョップが多分一番売れてるお店。おしゃれですよね。失礼します。メニューがいっぱい書いてますが、なんかあんまり見たことのない大根ステーキとか、なんだろう。ただクラフトビールもいっぱいあるから。ちなみに、ええ、スキブルワリ、はいはいはい、佐渡のブルワリーさんのものだと、紙で届いてるので、一緒だと生ビール。それにします。
それにします手作り無添加ソーセージにします。これなんかいろいろ種類があるんですか？めちゃくちゃ手書きで申し訳ないんですけど、今これぐらいの種類が。馬、ビーフ、鶏、ホルモン、カレー、大葉、チーズ、柚子、ラム、餃子。あんま見たことないようなラインナップ。人気なのってちなみに馬とかビーフですね。あ、珍しいものが。そうなんだ。ビーフはあの皮も中身も全部ビーフ 100% なので。じゃ結構こう牛肉感みたいな感じが多分感じられると思います。じゃあそれにしようかな。じゃあビーフを一つお願いします。来ました。あ、ちゃんとこのグラスも。あ、そうなんですよ。かわいい。香りがビールじゃないみたい。すごいフルーティー。いただきます。これはビールの概念を覆されますね。すごい。グレープフルーツっぽいんですかね。なんて言えばいいんだろう。グレープフルーツですね。あ、そうですね。やっぱそうなんだ。美味しい。飲みやす。これ絶対ビールが苦手っていう人も好きでしょうか。あ、そうですね。これはビールの枠を超えてますね。うまっ。結構お一人でフラーっと来られる方とかもいらっしゃるんですか。いや、一人飲みが多いですね。やっぱそうなんだ。あの、それこそ一人飲み女子が多いです。カウンターでわーってみんなして仲良くなってしゃべって、今度ここで待ち合わせて飲みましょうみたいなのも。私も友達になれますかね。あ、なれます、なれます。全然ウェルカムです。2024年の目標を決めました。ここで友達を作る。ありがとうございます。ナイスタイミングで。美味しそう。ソーセージ来ました。めっちゃいい香りする。これビーフなんですね。すごい。お肉感やっぱ結構ありますね。でも美味しい。味も濃いし、お酒が進む。え、うまっ。これ全世界の人に食べてほしい。美味しい。ごちそうさまでした。さあ、欅通り飲み歩き終わりました。どっちもおしゃれなところで日本酒も飲めましたし、美味しいクラフトビールにも出会えて、まあ、まだまだちょっとね、駅南にはいろんなお店があるので回りきれてないので、ちょっとプライベートでもまた今度回りたいなと思いつつ、充実したマンデーになりました。明日はチューズデー。みんな仕事頑張りましょう。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。次回の動画でお会いしましょう。